捨てておったことは意外であった。そうだな。全員冥界側に撤退したのでしょうか。いや、真田ら通常の人方では冥界の霊気には耐えられない。となると闇ヶ岳か六文神じゃな。いかがなされますか。いかがとはこの死の谷を守るか、それとも一旦風の里まで下がるか。本社君、我らの考えを伝えます。武藤様の策はこの死の谷を守る。ここは冥界につながるもののこと。ここを押さえたけど冥界軍の中には入ってこれねえからな。守れますかな。どういう意味だ。我らの兵力でこの死の谷を守るのは難しゅうございませんか。まして真田ら敵の主力が六文神あたりにいるのであれば、敵に挟み撃ちにされることになりますよ。それじゃお前らはどうするってんだよ。秋の方の出産が控えておる。危険は少しでも避けたいのが本音じゃ。守りやすい風の里まで引く。今ここを引けばまた冥界の軍が入ってくるぞ。致し方ありません。勝てぬ戦はせぬが寛容。勝てぬってどういうことだよ。負けてくるぜ。恐るは戦う前に勝負は。それが魔界水軍の考えか。生命殿、どうお考えですか。我ら三軍はそれぞれ独立した立場。誰にも指図できなければ指図も受け、好きにするがいい。なんだそれは。しかしながらここを引く時間の猶予はないかもしれん。なんだと。谷に向かい、軌道丸をここまで連れてくるのだ。わからんのか。私が消滅すれば、お前らはこの魔界で完全な妖怪としてその記憶を失い、逃れることのない地獄に落ちるのだぞ。分かった、分かった。行くにゃ。呼んでおるところかった。黒の谷は冥界と魔界のまだ挟まり合い、
冥界師の者ほど霊力はないにゃ。あんたたちは立木を裏切ったのになぜここへ来たの。逃げてきたかった。今まではお兄ちゃんに脅されてただけにゃ。隙を見てやっと逃げてきたにゃ。梅ちゃんは。それは仲間を見捨てたあんたたちをどうやって振動しろというの。そんな見捨てたなんて。見捨てたよね。あんたたちは信用できない。信じてほしいにゃ。そうじゃ、わしらとてうずめを見捨てるつもりはなかったかった。仕方なかったかった。信じるわけない。お市の方は本当にその黒の丘におるのか。おるにゃ。信じちゃダメだよこの奴らのこと。ウコ、何を考えておる。ジュースか。分かっておりますよ、お前さん。ゴンザキ、出陣の準備を出す。まさか、子供たちの言う通り黒の丘へ行くのですか。罠であろうが、そこにお市の方がおるのであろう。ならば行くだけじゃ。危険すぎます。俺たちにとっちゃ冥界の霊力が近い方が有利に働くのさ。元あたりはあっちの側だからな。ゴンザキとカゲロウは今日のお供を出す。あっちだわ。おめえらさんは冥界にいたことがねえから危険だと思いに残ったら不満ある。ほら冥界にいたことあるわよ。迷ってただけだろ。不満ある。私はどうすりゃいいんだ。三三郎、お前はここに残る。おや、私の力は不要ってわけか。そのような意味ではありません。死の谷を落とす。敵を前後に出ることになる。死の谷の死守は絶対だ。どういうことか。お前はここに残り敵を防ぐ。それでは我々は参る。いつまで来るのか。ない。お前たちの行動くらいが見つける。我らにはない。ジュースだ。お前様。シル姫。何ですか。この者たちを捕らえて。どういうことだった。もし嘘だったら今度こそは容赦をしない。ひどまる。早く。絆の力か。
面白い。試してやろう。目を鳴らせ。Can you see?